黎明型巡視船は海上保安庁のヘリコプター一機搭載型巡視船の船球。ネームシップの建造費用は262億円。2012年9月の尖閣諸島国有海溝、尖閣諸島周辺海域では中国政府の交戦の徘徊や領海侵入等の事案の頻度が増加していた。これに対し海上保安庁では津軽型二隻、国が味方十隻の 1> 計1 2隻の巡視船によって、尖閣領海警備専従体制の構築を図っており、2016年3月には支援施設を含めて構築が完了した。しかしこのまま、2013年には従来4つが乱立していた中華人民共和国の海上法案機関が中国海警局として整理統合され、さらに体制の強化が進められるなど、情勢は 急激に変化していた。2016年には、領海に侵入する中国漁船に伴走する形で、中国航船も領海に侵入する状況も出現し、さらに来航する航船も増加していた。戦術体制が完成した時点で、1000トン以上の巡視船の勢力において、すでに海上保安庁は中国海警局の半分程度となっており、しかも、 中国会計局はさらに増強を進めていた。この情勢を受けて2016年8月24日に閣議決定された平成28年度第2次補正予算では海上保安体制の強化のため過去最大となる674億円が盛り込まれた。そしてこの時、尖閣領会警備体制の強化と大規模事案の同時発生に対応できる体制の整備を 目的として計画された巡視船の一石が例明であった。設計面では平成22年度計画で建造された秋津島の発展型とされているが、計画年度が6年離れているため、全体に改正が加えられている。例えば水ンは秋津島では前章と同じラティス構造だったのに、対して本船ではサーチライトや FCS の台座を兼ねた登場のマストに、 なった。居住区画は、騒音高度に配慮して、配置や精神材の活用などにより居住性の向上を図っている。また、治安の長期化への対応として、十分な清水,水、食料などを搭載するスペースが確保されている。速力25ノット以上を確保するため、手機として、ディーゼルエンジン4機を搭載し、合計3万6000馬力の出力を確保している。これは、 経済性、低速連続航行適応能力も向上させるため、低負荷機の燃焼を改善した機種である。推進機については、可変ピッチプロペラとされた。並走は70口径 40mm 単装機銃と 20mm 多重新機銃を2機ずつ搭載する。この搭載数は、秋津島と同じだが、本型では70口径 40mm 単装機銃を、 新型のボフォースマーク4に更新した。また遠隔放水銃及び停戦命令等、表示装置、遠隔監視最小装置も搭載される。両限に、それぞれ高速警備級南艇全天候型救命艇、警備艇を搭載する。この搭載艇の種類、数も、秋津島と同様である。ヘリコプターとして、格納庫には、秋津島と同様に、 スーパーピューマ2252機収容でき、ヘリコプター甲板の移送用レールもそれに合わせた配置となっているが、定数としては一気とされている。ありがとうございます。